それでは、オニバースチュートリアル基本編と題しまして、NVIDIA のソリューションアーキテクトの清水からご説明いたします、はい。本チュートリアルはですね、パート1とパート2に分けさせてお話しいたします。パート1のはこちらのようなアジェンダになっておりまして、まず、オニバースとはといったところの基本的なご説明をいたします。その上で、オニバースにとって非常に重要な 概念であるオープン USD について開発者にもわかりやすいような形でですねお話をいたします。その上でオムニバースにまあアプリというものがあるんですけれどもそのアプリといったものがまあどういったものなのかといったところのご説明をした上でそのアプリをどのようにまあ作っていくかといったところのとお話をとさせていただきます。 オニバースはですね、NVIDIA が提供する 3D シミュレーション環境です。API や SDK、サービスから構成されるプラットフォームで、開発者は USD ですね、これがユニバーサルシーンディスクリプションと言われる 3D フォーマットエコシステムになるんですけれども、こういったものと NVIDIA の提供している、まあ、RTX のレンダリングテクノロジーといったものを活用して、既存のワークフローに簡単に統合することができるような機能というのを提供しております。 すでに存在するさまざまな 3D ツールとの連携だったりだとか、3D モデルのデザイン、シミュレーションといったことを行うことができます。リアルタイム性だったりだとか、共同作業、あとは AI 連携などのさまざまなベネフィットなどがありまして、まさにです、ね、次世代の 3D アプリケーションとサービス構築のためのプラットフォームというふうにいえるのかというふうに思っております。はいで オニバースはですね、えーとまあ、デザイン、エンジニアリング、まあ、建築、えー、メディア制作など、あらゆる、えーまあ、業務のプロフェッショナルが一度に、まあ、一緒にです、ねまあ、共同作業していけるような環境を提供しています。でリアルタイムでコラボレーションできて、様々な、えー、ビジネスメリットを提供することができます。ここでは、えー、オニバースについの特徴についてご説明いたします。まず一つ目がです、ね、効率的なコラボレーションができるといったところです。えーあの 同じところで、一つの空間でいることなく、遠隔のメンバーがですね、コラボレーションしやすいような環境を提供しておりまして、デザインやアイディアといったものをリアルタイムに共有することができ、くそくさにフィードバックを受けていることができて、そういった形でですね、効率的にコラボレーションできるような環境を提供しております。そういった背景もありまして、ま様々なワークフローがオンラインで完結できるため、 コストト削減にももつながるといったメリットもありますさらに高品質なシミュレーション環境を提供しているので、えー、とさまざまなシミュレーションですねロボティクスも含めてですが高品質なシミュレーションを提供し製品の品質が向上し顧客の満足度も向上していけるようなものとなっております。 リアルタイムでコラボレーション、フィードバックですね、一部アプリケーションにはアノテーションだったり、コメント、フィードバック機能みたいなものがあるんですけども、こういった形で,です、ね、開発のワークフローがスムーズに進んでいくと、でさらにさまざまなデバイスだったり、ツールとの互換性があるため、既にあるものに対して組み込みやすい、ワークフローを組み込みやすいような環境を提供しております。 ここでですね、オムニバースを支えている重要な要素であるオープン u s d について説明いたします。USD、ユニバーサルシーンディスクリプションはですね、3D ワールドを記述する,ようするため、構成するためのフォーマットでして、これまでのツールだったりとかフォーマットと比較をした上で、非常に拡張性だったり柔軟性が高いような仕組みとなっております。こういった機能をうまく使うことでですね、 変更の容易性を提供したりだったり、物理シミュレーションなどのさまざまなシミュレーションへの活用をしやすくする機能だったり、共同作業のしやすさといったものをオニバースは提供しています。ここで OpenUSD の特徴についてご説明いたします。まず、拡張可能性が高いといったところです。3D 仮想世界での構成だったり、編集みたいなところだったりっていうのをですね、API を使った 変更だったりといったことを可能にしております。続いて非破壊的なであるといったところも一つ特徴と言えるかというふうに思います。シーンの作成とアセットの集約における非破壊的なワークフローとコラボレーションが可能になると。これによってですね、チームが一緒に作業しやすくなるといった環境を提供しています。さらにコラボレーティブであるといったところですね、ファイルに依存しないので、さまざまなデータモデルだったりとか、 フォーマットといったものと相互に互換性を持っているために組み合わせ連携がしやすいような環境を提供していますそしてカスタマイズ可能であるといったところですねデータを柔軟に視覚化できるハイドロレンダリングアーキテクチャにより汎用的なパイプラインカスタマイカスタムレンダラーをサポートしていますここでですね、まあ オープン u s d の説明を、特徴をご説明しましたが、もう少し開発者の目線でですね、どういったことを u s d でできるのかといったところをご説明いたします。こちらがですね、u s d のサンプルのコードとなります。左側にキューブと書かれているサンプルコードがあるんです,、まあ、あるんですが、こういったものをですね、レンダリングをするとすぐに右のような形で、いわゆるキューブです。立方体が表示されます。 の DEF といったところの文字列の右にですね、CUBE と書かれておりますが、これが OpenUSD の世界では PRIM と言われる概念になりまして、すなわち 3D のコンポーネントのタイプを定義するようなものになります。こういった形で CUBE、ね、と書いてあげるとすぐに右のように、まあ、立方体が表示されるようになっております。さらにもう少し複雑な 3D 表現をしようとしたときはですね、 このプリムをメッシュといったもので定義をしてあげて、そのメッシュに関係するパラメーターですね、このサンプルコードの例でいうと、頂点データがこのように書かれていると思うんですけども、こういうふうに書いてあげるとですね、すぐに右のように複雑な、ある程度複雑な形状、メッシュをレンダリングすることができます。こうういった左側のような形 でこちらは USDA ファイルといったものになるんですけども USDA ファイルは人間が自由に編集できるような、まあ、人間にとって読み書きできるようなコード形式をとっているため後々編集したりとかっていったことがしやすいような形になっておりますさらにですねこういった個別の USD メッシュだったりキューブみたいなものが あったと思うんですけどもこういったものですを、ね、複数組み合わせて一つの世界だったり 3D モデルを構築したいといったようなニーズがあるかと思います例えばこのコードの例で言うと一つの USD ファイルそれが今左に見えるようなキューブとメッシュを含んでいるような形になるんですけどもこの一つの USD のファイルから先ほど別で用意していたメッシュとキューブの USD ファイルを参照することができます それぞれぞに対してパラメータを設定すすることができます USD ではです、ね、このようなリファレンス機能みたいなものを提供しておりまして複数の USD の関係性対応付けを集約することが可能となっておりますこうすることによってです、ね、例えば別のメッシュだったりモデルを編集したい例えばデザイナーさんは別のファイルを作業してこちらのルートの この u s d ファイルは別の作業者が作業するといったようなことが、こういった共同作業が可能になっています。はい、さらに u s d はです、ね、このようにパラメーターがです、ね、柔軟に表現されているので、 他の 3D フォーマットとの相互変換もすごくしやすくなっております。すでにですね、例えば FBX などの非常に多く使われている 3D フォーマットのインポーター、エクスポーターといった形で,ですね、その相互互換性が担保できるような仕組みというのは提供されていて、例えばここで見えるような FBX に書かれているような頂点データみたいなものは右のような形の USD の中で頂点データとして、すぐにこう移していくような形でですね、こういう可読性の高さといったところもあり、総合互換性を担保できるようなものになっています。さらに USD の特徴の一つであるバリアントについてご紹介します。バリアントはですね、USD の中でさまざまな変数ですね、値を定義することができます。 これは自由にクリエイターだったり、作業環境、チームがその好きな変数というものを定義することができます。右のコードがですね、そのバリアントを定義している例になっていて、例えばサイズを規定するようなバリアントだったり、あるいは色を定義するようなバリアントみたいなものがあったりするんですけども、こういったものをですね、例えばアプリやプログラムからこのバリアントに応じて自由に そのすぐにです、ね、例えば形、色を変えるみたいなことを仕組み化してあげて、少ない情報量でこういった切り替え、ですね特定のプリムに対してです、ね、その柔軟なデザインの適用だったり変更みたいなものを可能にすると、こういったものをバリアントによって提供をできております。続いて、レイヤーについてご説明いたします。 USD の一つの、もう一つ特徴と言えるのが、こういったレイヤーといった概念になります。USD ではですね、複数のレイヤー、階層をですね、内包することができまして、まあ、左の図のようにですね、ルートのレイヤーからサブのレイヤーですね、まあ、異なるようなレイヤーを作ってあげることで、 親子関係を作ってあげることができます。さらにそのサブレイヤーからですね、さらにその子を作ることで階層を深めたりといったことができます。このようにですね、自由に階層を構造作ることができまして、まこれ言った仕組みによってですね、複数人でま別々のレイヤーを取り扱ったり編集するといったことが可能になっております。 大規模になればなるほど、この階層構造というのはですね、非常に重要性を増しまして、例えば特定のクリエイターは、まあえー、下のサブレイヤーだけを触ったりだとか、あるいは、えー、と全体を見るエンジニアは、えー、一番ルートのレイヤーを見て管理をするといった形でですね、責務分担ができるようになっております。 このように責務だったり機能を分割しやすいといったものがこの USB の特徴となっていてお互いが独立したサブレイヤーを編集するために例えば特定のサブレイヤーを壊したり影響変更してしまっても他のレイヤーに影響を受けないといったようなワークフローが可能になっております。これが非破壊的なな開発フローを担保してていいるる要素となっているわけです。 ここまでオープン USD のご説明をいたしましまムニバースプラットフォームではさまざまな開発ユースケースに対応できるような開発エコシステムを提供していますその中で,です、ね、オムニバースではアプリを提供しておりますこの中でアプリの一つである i イ a c s i m といったものを例にですねアプリといったものがどういったものかをご説明いたします アイザックシムはロボットの設計だったりテストおよびトレーニングなどの高度なシミュレーションを環境を提供するようなアプリケーションになります。物理エンジンを活用して現実世界の物理現象を忠実に再現できるといったことが特徴になります。このようにアイザックシムはさまざまな機能、シミュレーション機能だったりを提供しているんですけれども、このアイザックシムアプリというのは さまざまなエクステンション、オムニバースで提供されている多くのエクステンションを複数読み込んでそれによって構成されるようなものになります。つまりアプリケーションというのはエクステンション複数のエクステンションを取り込んでその機能によって成立するようなものになります。例えばこちらの左の、これ 左の絵はアプリケーションの UI の画面図になるんですけどもこの UI コンポーネントというものもですね複数のエクステンションによってそれを集約することによって成り立っていますここでいくつか汎用的な UI エクステンションについてご説明いたしますまず一番代表的なものがですねこのビューポートと言われるものになりますビューポートエクステンションはいわゆる 3D の表示をを行うようよな機能を提供している UI コンンポーネントですこのウィンドウを通して、ね、一般的な 3D ツールで行われているような 3D モデルの移動だったり拡大縮小回転といった一般的な操作ができるようになるような基本的なウィンドウとなります。続いてコンテンツブラウザーです。こちらからです、ね、オンイバースが提供しているさまざまなアセット、例えばマテリアルだったりだとか、 NVIDIA セットなどの 3D モデルみたいなものをですね、このコンテンツブラウザの中から参照して、この 3D 空間の中、ステージの中に配置、編集していくことができます。ステージウィンドウは、この今開いている 3D 空間であるステージに対して置いたものがすべて一覧として表示されます。 この中にはですね、3D モデルだったり、マテリアルだったり、ライトといったような様々なタイプが入ってくる、入ってきて、階層構造で表示されます。最後に左がツールバーウィンドウになります。こちらのツールバーウィンドウは一般的な 3D ツールで多く使われるようなものと非常に近いような機能を持っていて、拡大縮小、移動、回転、 だったりといった一般的な 3D 操作をできるようなツールを提供しています、はい、ここまでのまとめになりますまずオムニバースはデザインエンジニアリング建築メディア制作などさまざまな業界のプロフェッショナルが一緒に作業できるような仮想空間を提供しリアルタイムでコラボレーションできるようなビジネスメリットを提供しています その中でオープン u s d は非常に重要な要素で、こういったもん、o p e u s d という仕組みを使うこと、システムを使うことによって、オンニバースにおいてさまざまな拡張性だったりとか、柔軟性を提供しております。はい、オンニバースはざまな用途やユースケースに応じたアプリケーションを提供しておりまして、そのアプリケーションは複数のエクステンションを含んでいます。複数の複数の 複数のエクステンションによって構成されていて、キットファイルと言われたものにその依存関係が書かれております。でオムニバースではですね、えー、と汎用的に使える UI 機能をエクステンションとして既に提供されており、アプリケーションはこのエクステンションによって構成されています。はい、ここまでがパート1でございました。